スーパーマンは DC コミックスの出版するアメリカンコミックスーパーマンに登場する架空のスーパーヒーロー。ジェリー・シーゲルと乗車スターによって創造され、1938年に登場した。スーパーマンはジェリー・シーゲルと乗車スターによって創造され、アクションコミックスし、第1号で初登場した。ラジオ番組、コミックストリップ、テレビ番組、 映画、コンピュータゲームなど様々なメディアに登場し、アメリカンコミックにおけるスーパーヒーローの典型となった。ビッグブルーボーイスカウト、マンオブスチール、マンオブトゥモローなどの異名を持つ。スーパーマンの容姿を特徴づける要素として青い、コスチューム、胸部の S のシンボルマーク、赤いケープが挙げられる。これらはコミック作品への影響だけでなく、 大衆文化のアイコンとして様々な形でモチーフとされている。クラーク・ケントというアイデンティティは1938年の初登場から1980年中頃までスーパーマンが一般人として生活するため変装した姿と位置づけられていた。1986年のジョン・バーンによるマン・オブ・スティール以降は 地球の文化で育った個人という人間性が強調されるようになる。1933年1月、オハイオ州クリーブランドのグレンビル高校の生徒であるジェリー・シーゲルが物語を書き、同級生の乗車スターが差し絵を描き、ザ・レイン・オブ・ザ・スーパーマンというタイトルのファンジンを制作した。これは、マッド・サイエンティストによって超能力を与えられた男が最終的に、 超能力を悪用せんと目論む、科学者を殺し、能力を失って、元の不老者に戻っていくというストーリーだった。二人は、プロの作家になることを夢見ながら、パルプマガジンよりも新聞に掲載される、新聞漫画の方が安定していると考え、コミックストリップの制作に移行する。1934年頃にシーゲルは、英雄的なキャラクターの方が売れるだろうと考え、 スーパーマンの原型を考案した。いくつかの出版社に持ち込むが拒絶され、その過程で少しずつ、今日知られているクリプトン星や、S のマーク、清穴新聞記者クラーク剣と同僚のロイスレインの設定が形になっていった。1935年になるとシーゲルとシャスターは、プロとしてコミック業界と関わり始め、ナショナルアライドから出版される探偵や、 冒険の物語を制作する。ナショナル・アライドにもスーパーマンを売り込むが通信社から拒否されてしまう。1938年3月、シーゲルとシャスターはもはやスーパーマンは成功しないだろうと考え、ディテクティブ・コミックスに当時の130ドルでキャラクターの権利を売り、そうしてついにスーパーマンは出版された。スーパーマンの怪力やビルを飛び越える。 超躍力といった能力は、エドガー・ライス・バローズの火星シリーズやフィリップ・ワイリーの当主の主人公、ヒューゴ・ダナーから影響を受けている。危険を顧みない姿勢は、ダグラス・フェアバンクスが演じた、ケツゾロや、ロビンフットの影響を受け、スーパーマンの活動拠点であるメトロポリスは、同名の映画、メトロポリスから取られた。クラーク・ケントの メガネをかけ紳士的に振る舞い、後になって反撃するという要素は、コメディアンのハロルドロイドを参考にしている。職業が新聞記者であることや、ロイス・レインにぎこちなく振る舞うといった部分は、ジェリー・シーゲル本人の経験からだという。また、乗車スターも1920年代に、トロント・デイリー・スターで働いていたことがある。乗車スターは、自身の作風の影響として、ウィンザー・マッケーの、 リトルにも、バーン、ホガース、アレックス・レイモンド、ミルトン・カニフ、ハル・フォスター、ロイ・クレインを挙げている。スーパーマンのコスチュームは、レスラーやボクサー、ストロングマンなどからインスピレーションを受け、シャスターは当初はスーパーマンに、古典的なヒーローのように編み上げのサンダルを履かせることを考えていた。ケープは、当時のパルプマガジンの冒険活劇のヒーローの多くが身につけていたため、 本名、カル、エル地球名、クラーク県と高度な文明を誇りながらも太陽が寿命を迎え、滅亡の危機に瀕していたクリプトン星。科学者のジョー、エル夫妻は、まだ赤ん坊の息子カルエルを救うため、彼を小型のロケットに乗せ地球へ向けて発射した。直後に太陽が爆発して、クリプトン星は崩壊し、赤ん坊は惑星の維持となった。ロケットは、 アメリカ合衆国カンザス州のスモールビルに開い、そこで暮らしていたジョナサン・ケントとマーサ・ケント夫妻に拾われ、カル・エルはクラーク・ジョセフ・ケントと名付けられる。スモールビルでは、ラナ・ラングやピートロスといった生涯の友人を得て成長したクラークは自分の能力を世のために役立てることを誓い、大都会メトロポリスへ移住する。デイリープラネット新聞社に入社し、 スーパーマンとクラーク・ケントとしての二重生活を送る。デイリープラネットでは、ロイス・レイン、ジミー・オールセン、ペリー・ホワイトと出会った。ロイスとは、しばらくの間は、同僚記者としての関係が続いたが、交際を経て、プロポーズをする。その後さらに右与曲折を経て結婚、クラークとロイスとの間に、息子のジョナサン・サミュエル・ケントが誕生した。ケント一家は、 息子のジョンを育てるために安全な場所を求めてカリフォルニア州へ移住する。子育てをしている間、スーパーマンは黒いコスチュームに変えて人知れず活動し、ジョンの成長後にニューヨーク州へ戻り、デイリープラネットへ復帰する。スーパーマンを特徴づける設定として、原作コミック、アニメ、ゲーム、実写作品などで共通している能力。 ただし、能力の数値は時期やメディアによって変わる。また、初期は空を飛ぶことができなかった。機関車よりも強く、高いビルディングも、人、飛びというフレーズは、飛行能力がなく、ジャンプで飛び越えていたことに由来する。飛行能力は、第10話のエピソードを担当した作家が、スーパーマンの能力を把握しておらず飛ぶことができたと、勘違いして描いたのが、そもそもの始まりである。 1930年代から1980年代に原作コミックで使われていた能力。その珍妙さから徐々に使われなくなったが、アニメやスピンオフ作品などではたびたびスポットが当てられる。スーパーマン、S シンボルスーパーマンの胸にある特徴的なシンボルマークには複数の意味付けがされている。初期はスーパーマンの S という単純な意味合いしかなかった。 1978年の映画、スーパーマンでこのマークが、アルファベットの S ではなく、エルケの紋章であるという設定が加わった。2013年の映画、マン・オブ・スティールで、ラッセル・クロウを演じるジョエルが身につけているものは、エスカッシャンやクレストで装飾され、より紋章としてデザインされている。また、二千四年に出版されたマークウェイドによる、スーパーマン、バースライトでこの紋章が、 クリプトンでは希望を意味するという設定が加えられた。この設定は映画マン・オブ・スティールにも採用され、映画予告編で象徴的に取り上げられている。マン・オブ・スチール、オフィシャルトレーラーさんから YouTube さらにテレビドラマ、スーパーガール、スーパーガールやゲーム、インジャスティスにでも同様にこのシンボルマークが希望を意味するという設定が受け継がれている。 バットマンがコウモリを恐怖の象徴としていることもあり、両者はたびたび希望と恐怖という立ち位置で描かれる。ありがとうございます。